モジュール式の排熱回収ボイラ、ー、排熱回収ボイラーとは、排ガスの熱を利用し蒸気を発生させる熱交換器である。コジェネレーションの一種であるコンバインドサイクル発電においてガスタービンと排熱回収ボイラーによる蒸気を用いた蒸気タービンを組み合わせると高効率発電を実現できる。HRSG は給水を加熱する不死短機、水を蒸発させる。 蒸発器、蒸気と水を分離する、ドラム、湿り蒸気を蒸気タービンに送るために飽和温度以上に加熱し、加熱蒸気とする加熱器、不死短期での結露を防ぐための給水を熱器の5つの主要部分で構成されている。HRSG は、排ガスの流れの方向、蒸気条件、電熱管の指示方式など、様々な方法で分類することができる。 排ガスの流れの方向で分類すると、縦型と横型に分類される。縦型 HRSG においては、排ガスが水平に設置された電熱管を横切って垂直に流れる。横型 HRSG においては、排ガスが垂直に設置された電熱管を横切って水平に流れる。蒸気条件により分類すると、単圧、複圧、見え圧に分類される。 単圧型 HRSG は蒸気ドラムを一つしか有しておらず、単一の圧力の蒸気のみが生成される。複圧型 HRSG は低圧と高圧の二つの蒸気ドラムを持つ。見え圧型は低圧、中圧、高圧の三つの蒸気ドラムを持つ。中圧を再熱器として用いる見え圧再熱方式が主流となっている。それぞれの部分はドラム、蒸発器。 加熱器からなり、水を排ガスと熱交換することにより蒸気に変換している。ガスタービンコンバインドサイクル発電設備の最大出力は大気温度の上昇に伴い低下するため、大気温度が上昇する夏場等に蒸気タービンの出力を増加させるために除燃バーナーを設置する例がある。除燃量の増加により蒸気発生量が増加するため、 複水器の熱負荷の上昇に留意する必要がある。HRSG 入り口の流れを遮断するための切り替え弁を設置した場合、蒸気需要がない場合や何らかの理由で HRSG を停止したい場合でもガスタービンを動作させ続けることができる。ハイガス脱章設備を HRSG 内に設置する例は日本国内において多く見られる。 排ガス中に含まれる大気汚染物質である窒素酸化物を洗濯触媒還元脱硝装置にて分解するための触媒を HRSG 内に設置する。触媒は摂氏340度摂氏400度の間の温度で最高の性能を発揮する。この温度帯に触媒を設置するために通常 HRSG の高圧蒸発器は分割して設置される。 低温脱症触媒を用いた場合、SCR を蒸発器と不死短期の間の摂氏175度、摂氏260度の環境に設置することが可能となる。ドラムを持たない管流型の HRSG も存在する。管流型のため、給水は不死短期、蒸発器、加熱器を連続した経路をたどる。熱による膨張に対応した構造とする必要があるが、 ドラムを持たないため熱容量が小さく制御するパラメータが減少するので軌道停止やベースロード運転に適する。チューブ電力上越火力発電所1号系列、2号系列に日本初である高圧を管流型とした HRSG が設置されている。ありがとうございます。